B3 リーグ所属。全チーム名は、レノバ・カゴシマ。チーム名の由来は、旧チーム名のレノバの頭文字の RE と、カゴシマ弁で、武骨な若者、飾らない強い男などを意味する、不二イを合体させた造語である。チームカラーは、ブラックを基調とし、レノバから引き継いだレッド、ゴールドも加えた3色である。チームロゴは、 2016年のチーム名変更時に一般公募の結果、バスケットボールと島津市の丸十文をモチーフとした円形のものに一新された。チームカラーの黒を基調とした円形で、鹿児島県全体を表現し、左側を薩摩半島、右側を大隅半島に見立て、ホームタウンの鹿児島市が属する左側には、価値ある勝利を意味する金色を、右側には、 燃える桜島の赤色を配置する。レノバスター誕生日、2008年4月1日身長、2メートル体重、0.1トン、性格、気まぐれ特技、ダンス、バスケットボールレノバ鹿児島時代のマスコットキャラクター。頭部は星型。太い眉毛が特徴。レブニャン、誕生日、二月二日、身長、体重、桜島のように大きくなりたい経歴。 語るほどのものはありません地元サッカーチームの鹿児島ユナイテッド FC のマスコットキャラクターユナイクも手掛けたポバロ氏のデザインチームカラーである黒の覆面をつけた白い猫の形をしているチーム名が鹿児島レブナイズに変更となった後の2シーズン目の途中である2017年12月11日 選手として加入が発表されたため、非公式のマスコットキャラクター。膝がないため、試合には参加登録できない。背番号は00。ポジションは C。当初はイラストのみの存在だったが、2018年4月28日のホームゲームにおいて、初めて着ぐるみの形で登場した。登場にあたり、レブニャ、登場の儀式のイベントが実施された。 全国的にもバスケットボールファンには知名度があり、チームの選手の誰よりも注目を浴びている存在となっている。2018年のシーズンオフ2017から18、シーズン終了後の2018年6月7日、クラブからレブニャン選手の契約満了の公式リリースが出された。ツイッター上の一部で話題になり、B3 リーグのいくつかのチームが、 ツイッターの公式アカウント上で獲得オファーを出すなど、したが、約1週間後の6月15日に、継続、2018から19シーズン選手権、レディラック見習い契約締結のお知らせの、公式リリースが発表され、契約は継続されることになった。レーベスオフィシャルチアダンスチームライブスが活動している。チーム名は、レブナイズの、 R.E. と古代エジプト神話の舞踊と戦闘の神、ベスを組み合わせたものであり、霊からスタートするという意味も有する。レディラック2012年レノバ時代から、レディラックが専属チアダンスチームとして活動していたが、2019年2月9日朝に、突如、翌10日が最後のパフォーマンスになると、レディラック側が発表。 鹿児島レブナイズ運営会社との話し合いの結果、スポーツチームとしての運営方針の方向性が違ったためシーズン半ばではありますが活動を断念する結論を出すことで合意いたしましたとしている。10日にはレブナイズ側もこの件について発表し謝罪コメントが掲載された。シーズン中の急な発表と活動終了にファンは騒然となった。 レディラックはこれ以降、不定期で、熊本ボルターズで応援パフォーマンスを行っている。このシーズン終了後のオフに、レブナイズは、レーベスを結成し、メンバー二人が、レディラックからレーベスに移籍した。母体は、鹿児島教員クラブ。2003年と2004年には、オールジャパン出場も果たした鹿児島を代表する、チームである。その後、 鹿児島教員レッドシャークスを経て、2007年4月に鹿児島レッドシャークスに解消し、クラブ連盟に登録した。2006年には、BJ リーグの前座として、福岡 BB ボーイズと試合を組んだ。同年には、プロバスケットボールチームの運営にあたる、スポーツフロンティア鹿児島が設立され、レッドシャークスの一部選手とプロ契約を結んだ。 2008年には4年ぶりのオールジャパン出場を果たす。2008年からは日本バスケットボールリーグ二部機構に参戦。参入決定に伴い新チーム名を募集し、レノバ・鹿児島とした。レノバは、維新、革新を意味する、リノベーション及び、改革者を意味する、リノベーターに由来する造語である。 レッドシャークス所属選手を中心に構成され、2008年8月まで契約した日本人選手は2名を除き全員が九州、沖縄出身であり、九州外出身の2名もレッドシャークスから継続しての所属である。プロ契約選手も在籍する一方、旧鹿児島教員クラブの流れから教員選手も多く在籍している。なお、鹿児島教員クラブは、 レノバに加わらなかった選手を中心に存続している。2009年第1回トライアウトを開催。8月27日には JBL 所属のリンクトチギブレックスを迎えてのプレシーズンゲームを実施。故障のためプレイはしなかったが、田臥ゆうタらが所属するスター軍団ということもあり、3200人が来場する大盛況であった。 2009年8月時点では、九州、沖縄以外出身の日本人選手は1名のみとなった。2010年、本州出身の新人選手2名が加入。2013年に2年連続のプレイオフに進出、兵庫ストークスと激戦の5勤差で敗れるも、準優勝を果たす。2013から14シーズンより、JBL2 に代わって発足される。 ナショナルバスケットボールリーグの下部リーグ、ナショナルバスケットボールデベロップメントリーグに NBL 巡回員として参入。NBL 昇格を目指していた。2014から15シーズンは5勝27敗、勝率。156で9チーム中8位。2015から16シーズンは6勝30敗勝率。167で1チーム中9位と2年連続で。 勝率1割台を記録し NBDL シーズンを終えた2016から17シーズン2015年8月29日に新プロリーグ B リーグ回想振り分け発表第2弾で鹿児島は2部に所属されることが発表された2016から17シーズンは B2 リーグの西地区に所属することになった2016年5月1日にチーム名を 鹿児島レブナイズに変更。これは B リーグ発足にあたりチーム名の商標登録が求められたが、旧チーム名のレノバ鹿児島では、国内外で似た名称のプロスポーツチームや、同名の会社、商品などがあり、商標登録が困難と判断したためである。これに伴い一般公募した新ロゴの発表は、5月上旬が予定されていたが、6月にずれ込んだ。 記者会見で発表予定だったが1時間半ほど早く始まった B リーグの B1 バイト2全チームの開幕カード発表の会見でその新ロゴは先出しされた。また B リーグ仕様の新チームサイトはリーグ全チーム中最も遅れ8月25日に開設。初めての実践となる9月2日のプレシーズンゲームの前日になって サメシマ秀シヘッドコーチらコーチ陣と外国籍選手3名と契約するなど開幕3週間前になってもチームが指導したばかりの状態であり先行き不安にさせるプロリーグでの船出であった。チュクーディエベレ・マドゥアバム、タイメル・マーフィーら新戦力を補強して B2 リーグ初年度のシーズンに挑んだが開幕戦で島根と対戦して連敗スタート。 次節のホーム開幕戦、香川戦で B2 リーグ初勝利を記録した。11月17日には、チャドポスチュマス選手をサンロッカーズ渋谷に放出。1勝13敗特戦する中、チーム得点王の放出を B1 のクラブに遺跡選手が排出できたことは、大変喜ばしいことだと考えておりますと。 代表代行がコメントし、ブンスターの間で物議を醸した。シーズンを通して、連勝を記録することができず、12連敗、9連敗、8連敗、10連敗を記録し、勝率は1割を超えるのがやっとで、西地区最下位、B にリーグ全チームで最低勝率となった。特にアウェーでは一勝しかできなかった。また、戦績のみならず集客でも苦戦。 最終節の無料招待の効果で、観客数は、なんとか1試合平均600人は超えたが、こちらも B2 リーグで最低成績だったばかりか、全ステージ参加した B3 リーグのチームを合わせても、最小だった。個人記録では、マドゥアバムが、ブロックショット数で、B2 リーグ1位となった。経営難問題2017から18シーズン2018から19。 シーズン2019から20、シーズン2020から21、シーズン2021から22、シーズン B3、リーグ成績詳細、B3 リーグは、2018から19シーズンまで、レギュラーシーズン以外にも、参加チーム数の異なるファーストステージ、ファイナルステージが、実施されていた。以下に、その詳細を示す。JBL に NBDL 以下は、B リーグ加盟以後の統計。 スポーツフロンティア鹿児島に関するカテゴリーありがとうございます。